日本亡命中の金玉金金玉金から1894年3月28日、字は白音、号は古具。本願は安藤。李氏朝鮮後期の政治家で朝鮮独立党の指導者。李氏朝鮮時代の大朝鮮国の思想家。海面派として知られ、朝鮮半島として初の諸外国への留学生の派遣や、 ハンスン巡法の総刊発行に協力した。中世南道公衆に生まれる。1872年に、下挙門下に合格し、官会に入る。僕刑事、御景者クラの影響で、開花思想を抱いた。同じ仏教徒である、李闘人の日本留学資金を援助。大朝鮮国、第26大国王、初代大韓帝国皇帝、高僧の欧米。 直命を受けて1882年2月から7月まで日本に留学し、福沢諭吉の支援を受け、慶応義塾や講和会に帰職する。当時の日本の一部の思想アジア主義を、金玉金が独自に東アジアに特化された三和主義を後に発案し唱えた。1882年10月。 神後事変後に締結された住毛の裏条約のおさ氏しんし僕へいたかしらに随行して再度日本を訪れ福沢諭吉から紹介された井上かるを通じて横浜商金銀行から運動資金を借還し朝鮮半島発の諸外国への留学生の派遣や朝鮮半島で初めての新聞であるハンスン順法の創刊発行に協力した幾多の功績は 朝鮮半島の近代化に貢献した一部の有識者や福沢諭吉などに朝鮮半島の近代化の父と呼ばれる貢献を残した。金玉金の博士一長から独立し、日本の明治維新を模範とした朝鮮の近代化を目指した。1883年には借款交渉のため国王の委任状を持って日本へ渡ったが、交渉は失敗に終わり、 翌1884年4月に帰国。清がベトナムをめぐって、フランスと清仏戦争を開始したのを後期と見て、12月には、日本公使竹添慎一郎の協力も得て、臨死政権打倒のクーデターを起こす。事件は、真の介入で失敗し、わずか3日間の政権で終了した。井上角五郎らの助けで、日本に亡命する。 日本亡命中には、岩田昭作と名乗っていた。広志商社会に殺害される、金玉金当時の日本政府の政治的立場から、東京や札幌、栃木県、佐野や小笠原諸島などを転々とした後、李慶報と李交渉に会うため、上海に渡ったが、1894年3月28日、上海は、東は陽光ホテルで、 朝鮮末期の高官の広史将を境に、回転式拳銃で射殺された。金玉金の死体は、大清帝国政府により、軍艦皆安志号で、本国大朝鮮国に運ばれて、死後に死刑宣告され、死のげ遅刑に処された上で死子を八つ咲きにされ、胴体は川に捨てられ、首は、軽軌道、畜山、片手及び片足は、軽傷道、他の手足は、 環境道でさらされた。諭吉は、上海で暗殺された、金玉金の供養のために法名をつけることを信、清寺の住職である、寺田福寿に依頼し、福寿は直ちに諭吉の要請に応え、古飲食温行という法名をつけ、法要は、東京朝鮮公式付通り館、山崎秀夫や、牧栄光などを、ゆき邸に招いて営んだ。違髪と衣服の一部は、 金玉金の護衛であった日本人和田信次郎が密かに日本に持ち帰り宮崎東天たちによって浅草本願寺で葬儀が営まれた。海軍事によっても遺発、衣服の一部が日本に持ち込まれ東京文京区の新清寺にその墓所がある。現在同じ場所に海の墓もある。さらに犬飼い武史、東山光らの支援で 東京の青山霊園の外人墓地に墓が建てられた。墓碑には、僕へ以降の先文、沖のり大院君の孫である李怒りの書で以下が刻まれている。また、千住の勝値千人には、金玉金の記号による、首老再建記念の碑文がある。ああ、墓非常の際、偶非常の時、無非常の孔、有非常の資金の愛人、杉谷玉。 箱館の芸者で金の札幌時代に知り合い、金と共に上京。金が上海へ行った後も、陰前をして、無事を祈っていたが、金の支援者だった宮崎東天によると、金の葬儀であった時はすでに別の男性と再婚していたという。金玉金の妻子については処刑されたとも、逃亡したとも噂され行方不明であったが、日本は、探偵を送って、 その捜索を始めた。1894年12月、当時東学党の乱を鎮圧中の日本軍が、中世道奥仙金坊で、金玉金の妻と女子を偶然発見して保護した。その時の二人は身に憐れむべき姿だったという。後に、刑場に護送して、僕へ以降、女三則が預かることとなったが、妻子は、金玉金が暗殺されていたことも知らなかった。 金玉金の才女及び、美女子派中堂を苦戦より護送せられて着狂せり、そもそもも、金玉金の才女二夫、伊手派ボンハル以来しばしば探偵を、人、下るもあるい生存しいると運ひあるい殺害、されたりと運ひその説一ならざりしが今般当学党討伐の、我が軍隊が億船金坊におて、外巨界を捜索中派しなくも右の母子二人に、丹理党、 樽につけ著作には、おさむじ略論、更新日録があるほか、書家としての才能も評価されている。金や朝鮮の文明開化による自立を支援してきた、福沢諭千は1885年2月23日と2月26日の論説に、朝鮮独立党の処刑という論説では、李氏朝鮮が、領地刑という残忍な方法で、更新政変後に、 金玉金が開花派の三神党の一族処刑して、遺体を晒し物にした方を聞いて、朝鮮の体制を激しく非難し、金ら朝鮮開花派の死を涙している。人シャば世界の地獄は、朝鮮の形状に出現したり。我が輩はこの国を目して、野蛮党氷船よりも、むしろ洋マーク期の地獄国と言わんと発するものなり。 思考してこの地獄国の当局者は誰ぞとヒロルに、時代党政府の管理にして、その貢献の実る力を有する者はすなわち、ナジ人なり。我が輩は、千里遠隔の隣国におり、元よりその国ごとに縁なき者なれども、この事情を聞いて、ただ悲哀に絶えず、今この文をそうするにも涙落ちて、原稿死を潤すを、 サトルエザルなり、時事新報1885年2月26日、朝鮮独立党の処刑著名な脱アロンも、この出来事の約3週間後に書かれたため、平山洋は、脱アロンの内容が、朝鮮独立党の処刑の要約になっているとして、脱アロンへの影響があると分析している。日本滞在中は、東山光に紹介された、 本因坊吉江と以後を通じての深い交流があり、吉江は、北海道、小笠原諸島にも遺門に訪れていた。また、死の直前に友人に送った五番は1976年に日本棋院に寄贈されたが、没後100年を経た1995年に韓国棋院に贈呈された。暗殺された日、親しかった、遠山光の夢枕に立ったという。 暗殺者の広史坂堺は逮捕後に、朝鮮政府の交渉により釈放された。帰国後に、高層から激賞され、主旧派の一員として養殖につき、開花派を弾圧した。だが交互農民戦争後に、日本が圧力を強めたことから1903年に、失脚して、チェジュ島に流され、1913年に、貧困のうちに没した。 金玉金の墓がある青山の外人墓地では、月額590円の管理料金がかかるが、これを5年以上滞納していたために撤去通告が2004年に東京都から出された。通告に驚いた韓国大使館は滞納中の管理料を滞納し、移転の危機を免れた。ありがとうございます。